花粉さんでございます。この下にもね、古墳が何匹かあるんだけど、ちょっと見てみましょうか。はい、ここにあります。面白いんですけどね、これ橋脚の下あるんですよ。残ってるのかな、残ってるの。これ愛知郡かね、愛知郡の5号墳、7号墳、どっちが5号墳だろう。この下でございます。これちょっと小ぶりでございますな。一応みんな向いとるかね、向いとるね。はい、小ぶりやけど。それからこっちの方が今のが7号墳、これ5号墳、5号墳ですか。天井石もないか。ちょっとわからんな、これはどうなってんだ。こっちが原質、まあね、石がないからわからんな、原質やな。ああ、なるほど、両方で。これは天井石かもしれんな。6、7メーターぐらいあるか。そこそこ大きいんでございますけどね。ああ、こういう感じだったんやな、大きかったんやな。石塚古墳群、これ運命は左運命、八重白。これサイズは綺麗なんだろうな。こう なかなかいいんだけど、これね。はい、ここは白山でございます。はい、ありがとうございました。5分7分でございました。愛知郡でした。